2023年の八田のお米作りが始まりました。今年の秋に向けて動き始めました。まずは種もみの選別を行います。水漬けした種もみに塩を加えます。そして水面に浮いてきた種もみを除いていきます。浮いてきたものは中身が薄くあまり良くない種とされています。この作業を繰り返します。そして選別が終わったものは約60度のお湯に15分ほどつけて殺菌します。もう一度水につけて数日間放置します。これで選別作業は終わりです。水漬けしたものを乾かしていました。今日はこの機械を使って作業を行います。土に種もみをまく苗床を作ります。以前は手作業で行っていましたが、この機械を導入して楽になりました。楽になったといっても人手が必要です。この日は手伝いが多かったので効率的に行えました。下準備した箱を設置して種をまいて、その上から土をかぶせます。車で運ぶ際にずれないよう上から軽く押さえます。出来上がったものを車に運びます。そして田んぼへ号。車で移動した田んぼに設置します。ここも人数が多いと楽です。隙間なく設置します。下も平らにしないとずれます。全部設置したらいよいよ水を入れます。水を入れつつ支柱を立てていきます。水は溜まるのが遅いので支柱と同時進行で入れています。はまってなかなか抜けません。奥の方は田んぼが乾いてなくて作業がしにくくなります。続いてシートをかけていきます。強すぎる雨や鳥などを防ぎます。シート張りも終わりました。約1ヶ月このまま育てます。八田のお米は入院患者さんのアンケートでもとても好評でした。今年のお米も美味しく育ちますように。